イタリアンミルクとペパーミントスプラッシュコーンで。はい。アイスの発明って冷蔵庫が発明される後なのかな。今の私があるのはここの一番風呂のおかげですから。間違いだろうが正解だろうが与えられたものの中で生きてるんで。これは生涯に一度の恋だなって恋したことあります。私アイスクリーム作れるよ。いいね、作りに来てよ。口づけだけで僕を。幸せか幸せじゃないかなんかもはやどうでもいいから、問題は私か私じゃないかだから。超うまいんですけど。アイスクリーム屋さんとか何なの。もう読んだの。ゆーちゃん、ゆーちゃんはさ、ママと喧嘩したままなんだよね。後悔してる？それからの私は何にもないの。何にもない人。ミリオンアイスってどういう意味？100万年君を愛す。